2月23日午前9時30、34分地方裁判所被告人第二控室ということで、はい、どうも僕です。さあ、それじゃあ今回も逆転裁判続きからやっていきましょう。さあ、ということで今回はいつもと全然違う裁判になるんじゃないかな。いかがしら。なるほど弁護士、昨日の調査は正直なところまだはっきりしない点がいくつかあります。まあ、いくつかどころじゃない、僕からしてみればほとんどわかりません。全く意味がわかってないんだけど、まあ前回はね、三剣霊士と、まあ再会したりだとか、またこのね、新しいキャラクターがめちゃめちゃ大量に出てきて、正直、本当に新しいキャラクター多すぎて名前も覚えられてないんだけど、こんな感じでね、まあ今だけでも5人いるし、多分ここからさらに増えていくと思うんだけど、まあこんな感じで新しい検事だったり、検事じゃない、巡査だったりとか、まあよくわからない女だったりとか、まああと被害者だったり、正しき道夫さんだったり、こんな感じでいろんなキャラクターが出てきたんですけど、まあ、やっぱりね、今回の謎としてはこの巴さんが罪を認めているということ、これがなんか事件に関係してるとは思うんだけど、なぜなのかってとこだよね。というかはっきりしない点だらけだよ。そうだよな、どんな判決になっても気に病むことはありません。覚悟はできていますから。私信じてるから、お姉ちゃんのこと。なるほど弁護士、先輩として一つだけ忠告しておきます。何ですか？弁護士は依頼人を信じるなどもってのほか、被告人は疑われる理由があるから起訴される、それを忘れないことです。なんかそれのまま言っちゃったがゆえに殺されたのが生倉弁護士なんですよ。巴さん、あんまり信じなすぎるとそれはそれで生倉弁護士みたいな末路をたどることになるんで、僕は信じる方向でいきます。巴さん、あなたは千尋さんの先輩で、あの人とよく似ています。でも、お二人は決定的に違う点が一つあります。それは、あなたは弁護士ではありません。確かにな。そろそろ時間ですね。依頼人を信じないって言ってたけど、そもそも弁護士じゃないからな。検事の言ってることだもんな。それでは、お願いします、弁護士さん。まあ、検事が信じないのはまあわかるからな。迷いちゃんがいない初めての法廷か。それってつまり、お、あー、誰の力も借りない。そうだよな、第一章の時は千尋さんがいたし、そっからずっと迷いちゃんがいたから、まあ、結果的に毎回千尋さんに力を借りている状況にはなってるんだよな。僕自身が見つけるんだ、この手で真実を。さて、そして対戦相手も三剣なわけだからね、頑張りましょう。なるほどさん、私がついてますから。そうか、あかねちゃんが今回隣にいることになるのかな。同日午前10時、同日地方裁判所第9法廷。だいぶ進んだね。なんかいつも第3法廷とかなのに、第9法廷って初めてじゃね。来たな、三剣。これより、大月巴の法廷を改定します。裁判官もいつも通りで、ちょっと安心感あるな。弁護側、準備完了しております。警察側、元より。三剣、来たな、久々だな。おーおーおー、あの事件以来久しぶりだな、法廷に立つのは。そうだよな、前回はカルマ検事と戦ったから、三剣と戦うのはだいぶ久々なんじゃないか。まあ殿様の事件以来だね。余計な感情を交える必要はない。なるほど龍一、周りの者が何を言おうが、自分の進むべき道は私が決める。ガヤには所詮判決を変えることはできないんだ。それでは三剣検事、冒頭弁論をお願いします。あ、でもなんかちょっと安心するな、三剣がやっぱりこうね、やばいやつみたいな、最初はちょっとやばいやつみたいな感じの登場の仕方してたけど、まあ今はね、だいぶ普通の検事として戦ってくれてるかもあるし。大月巴は首席検事でありながら許されざる罪を犯した。しかも検事局を犯行現場に選ぶという暴挙。くぅ、やっぱり生は迫力が違いますね。なんか私いろいろ白状したくなってきちゃいました。白状で何を白状すんだ。しかしその暴挙が命取りとなったようだ。犯行はある証人によって目撃された、いわばプロと呼べる証人に。なんかすごい剣、久々だなこの感じ。それではその証人を入廷させていただきましょう。なんかちょっとワクワクすんな。一の谷強化を証人席、一の谷で合ってるっけ。
ゲロまみれのお経さんか、それ言うな。まあ本人が言ってたんだけど、それって。さて、そうだよな、目撃証人なんだもんな。あなたはどこかで。おお、あら、こちら、キャビア弁当でよろしかったかしら。まあ一応検事局に何回か来てるわけだから、裁判官も会ったことあんのかな。おほ、これがキャビア。生まれて初めて食べますぞ。お弁当にキャビアってなかなかだな。涙目で飯をかき込んでいる。え、食ってんの今。そちら様もふりかけ弁当でよろしかったかしら。はあ、どうも。証人、名前と職業ちゃんと聞けるかな。ねえ、みつるぎ。それでそちら、全然聞けてない。ごま弁当でよろしかったかしら。これこれ。ランチタイムにはまだ早い。名前と職業をお願いする。そちら様、いかがかしら。お味の方はまた聞けないし。食うな食うな。そしてこれが憧れのキャビア。脳がとろけそうですぞ。食うなって、食レポすんな。私はキャビアとはひじきに似たものだと思っておりました。どんなイメージだよ。名前と職業だ。一の谷教科でございますわ。以後お見知りおきを。わけあって弁当ランドにて陣頭指揮をとっております。これでよろしかったかしら、みつるぎ検事様。それでは証人、事件の説明をお願いしよう。ちょっと待ってください。もう一口食べちゃいます。食べるなって。裁判所ってなんか飲食禁止とかじゃないの。早くしろよ。はぁ、さてみつるぎ検事、事件の説明ですが、できれば警察関係者の方に。裁判長様、そこの検事さんがおっしゃったでしょ。この一の谷教科はプロであると。はあ、どういうことですかな。一の谷教科は2年前まで、あ、捜査一課の特別支援捜査官。すごいじゃん。え、公衆殺人に遭ってる。事件担当の刑事だったんだ。お京さんが刑事。あー、おっと、そっちで知り合いってこと。あなたはもしやギロまみれの。そういう認識のされ方はしてるんだ本当に。お経ですわ。お久しゅ、裁判長様。わかりました。説明をお願いします。何者なんだあの姉さん。それ何者なのかの説明が欲しいんですけど、裁判長。それでは皆様、こちらをご覧くださいな。ということは、まあ、ちゃんとしたプロなんだな。検事局の地下駐車場は2つのブロックに分かれております。 A と B だよな。 A ブロックは検事局職員用、 B ブロックは外来車来客用。2つのブロックは金網で仕切られておりますわ。まあ部外者に侵入されては困りますからな。あー、そっか。ってことは A ブロックだから関係者による殺人である可能性が高いと。事件現場は A ブロック奥の車、その後部トランク。犯人は被害者をナイフで殺害した後、車で運び出そうとしました。はいはいはい、これは分かってね。でも運悪く目撃者によって現行犯逮捕されましたの。その目撃者が強化で現行犯逮捕されたのが宝月智恵であると。その勇敢な目撃者というのがこのお経ですわ、裁判長様。来たな、地下駐車場の上面図。何かしらありそうだな。みつるぎの車から死体が発見された。かわいそうなみつるぎ。あの車もう乗りたくないもんな、その人が死んでる車。証人、あなたは犯行の瞬間を目撃したんですか。もちろんですわ。その後直ちに首席検事様の身柄を確保いたしましたの。ふむ、これはもう決まりだと。早い早い、決まりになるの早い。いかがですかね、弁護人。僕に同意を求めないでください。ダメっていうに決まってんだからよ。それでは裁判長様、往生際の悪い殿方を真っ二つにさせていただきますわ。でもこれが本当、そうだよな。でも強化が犯人じゃないとこの目撃証人が嘘っていうのが成り立たない気がするから、どうなってんだろうこれは。頼もしい限りです。一つお願いいたしますぞ。真っ二つって
僕のことだ。そうだよな。強化が見間違いをしている可能性なんてあんのか。目撃したこと、嘘をついているのが見間違いなのか。私、分かっておりました。いつかこんな日が来ること。あの日、彼にお弁当をお持ちする途中のことでしたわよ。捜査官としての勘と申すのかしら、何かを感じてしまいましたの。じゃったうさんくさいね。おっと、やってんね。目がんきまってんね。見ると金網越しに趣味の悪い車のそばにいる首席検事殿が、首席検事殿は右手のナイフを構えておりましたわね。そして正しき捜査官の胸にズブリと突き刺しましたのよ。はい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 。へんめー、恋人にお弁当、乙女心というやつですな。ふっ、疑問の余地はないようだ。確かにナイフをズブリと刺したところをそのものズブリと目撃しているわけですからな。いかがでしたかしら、真っ二つにされた感想は。か、考え中です。き、傷浅いです。なるほどさん。それでは弁護人、尋問をお願いします。さっさと。やめろ、せかすな。おい、なんださっさとって。もっとゆっくりやろうぜ。目撃したこと最高か。まあそうね。とりあえず私分かっておりました。この分かっておりましたとかさ、捜査って何だっけ、捜査官の勘だっけ。そこら辺ちょっと怪しく感じてしまわないことはないけど。待った、なぜそんなことを。検事様の罪を憎む感情、尊敬すべき点もありますわ。しかし彼らのやり方は醜く歪んでいる。歪んだやり方はいつか悲劇を生み出すもの。それ三剣検事も遠回しにディスっていくよね。おお、弁当屋の意見としてはありがたく受けても受け止めておこう。だいぶ寛容な心。全然気にしてない。都合の悪い証拠品はもみ消して存在しなかったことにする。そのためなら知りすぎた捜査官を切り捨てるお手の物だね。お京さん、何か検事さんに恨みでもあるのかな。ありそうだよな。何かしらの証拠品の冤罪とかで。私捜査官を転職と心得ておりましたわ。おそらくそこの済ました検事さんたちに解雇通知を受けなければ。今も、なるほど、検事によって解雇になったんか。解雇通知、クビにされたのか。お前もお前で検事に恨みを持っているけどな。はいはい、私にとって検事は虫けらにも及ばぬ存在。さりとて私もプーよ、証言に曇りはございませんのよ。わかりました。それでは続けていただきましょう。さて、そしてあの日彼にお弁当をお持ちする途中のこと。待った、彼というのは捜査官の。そちらの彼ではありませんの、守衛室の彼ですわ。そちらの彼、彼をたくさんお持ちなのですか。そうっぽいよな。他にもこちらの彼やあちらの彼もございますわ。もうこちらの彼ってこともこの場にいるじゃん。いっそ裁判長もいかがかしら。どちらが空いておりますわよ。悪くないだろう。結構です。裁判長さん、ここで少し考えるとまんざらではないと。守衛室は、駐車場の A ブロックにございますのよ。ああそうだよな、セキュリティルームだよな。はい、そして、あ、駐車場すべて見渡せるように2階部分にございます。そうだよな、はいはい、あのセキュリティって書いてある部屋だな。そして、ところであなた自身は車でお弁当を持ってきたんですか。私今部外者ですから B ブロックに駐車いたしましたわ。つまりお教さん、あ、そうだよな、 B ブロック、そう、今言おうと思ったわ。 B ブロックで事件を目撃したと。はいはいはい、何かそこで B ブロックからだと見えないはずのものを見ているみたいな、ありそうだな。捜査官としての勘と申すのかしら、何かを感じてしまいましたの。待った、事件の起こる予感がしたわけですか。あの感じ、何と申し上げたらよいのかしら。そう、実の身の詰まったかぼちゃを前にした時のようなあの感覚。どういう感覚だ、身の詰まったかぼちゃを前にした時。特に何も思わんけど。全く想像がつきません。捜査官の勘といえば、被害者の正しき道夫さんも捜査官でしたね。腕はまだまだでしたけれど、浅漬けのたくあんでしたわね。どういうこと。たくあん、
まだ色に染まっていないまっすぐで素直な子だった。ふむ、純粋だったんだな。私などはもう真っ黄色でシワシワですかね。変な匂いもありそうですよね。めっちゃディスるじゃん確かに変な匂いしそうだけど、加齢臭的な。とにかくあの時私何か胸騒ぎがして、これは何かあんのかな。あ、気づいちゃった気づいちゃった、わーいわい、気づいちゃいました皆さん。これ待てよ、そういうことか。そういうことだよな。これさ、待って、僕の予想ね、車 B ブロック側に向かって置いてあるんだよね。で、被害者が殺害されたのはトランクのところだったから、トランクだったらそうだよな、殺害現場見えないと思うんだよな。 B ブロック側からだと車の真正面、顔の部分しか見えないから、殺害現場を見えない。だから E ブロックから見たか、もしくは見えてないのに B ブロックから見えたって言ったかの、どっちかなんじゃないか。これだな、完全にお前これだけど、一応まだ揺さぶります。見ると、あ、てか金網越し、あ、これだな。どっちかっていうと金網越しに趣味の悪い車のそばにいる首席検事殿が待った。金網越しじゃないもんな、趣味の悪い車というのは。もちろん三剣検事様の車ですわ。三剣検事の。ちなみに死体に刺さっていたナイフも三剣検事様のも、あ、三剣検事じゃない、検事様のもの。そうでしたわね。なんでお前ナイフなんて持ってんだ。間違いないなんかお前が責められてみたいになってるけど。ふむ、全く微妙な事件です。それであなたの見た人物は被告人に間違いないのですかな。私現場から10メートルも離れていない場所で見ましたのよ。間違いようがないだろうね。もしこれが本当なら攻めようがないぞ。ただ本当じゃないから攻めようがある。とりあえず突きつけてみましょう。基地の一つでも。証人、あなたは先ほど証言ではっきりこう言っています。検事は虫けらにも及ばぬ存在。それならばあなたはある悪意を持って犯行を目撃していたことに。だいぶケチだね。ケチつけすぎ。口を慎むんだね坊や。え、お経の言葉にあやをつける。覚悟はいいんだろうね。何ですか。え、はじめちょろちょろ中パッパ、美味しく炊き上げられなかったかい。はいで、出ました、お経さんのグルメ短歌。あ、何そういうのがあるん。いつもそれやってたの。新米弁護士と新米をか、ああ、そういうこと。新米をかけたものと思われると。弁当屋に身をやつしていても筋は通す。私なりに。お、この写真はあなたが撮影したんですか。あと、なんかあれ意外と見えてる僕のあれ意外と見えてました。全然。この写真はあなたが撮影したものなんですか。 B ブロックカーだと後ろのトランク見えないんじゃないか説崩れました。事件に気づいたその瞬間、反射的にシャッターを一つ、私弁当の一つにカメラを仕込んだんでありますのよ。普通に首からぶら下げておけばいいのに。このような写真私も初めて見るか。検事様にミスったら何をされるか分かりませんからね。うわ、そんなやりませんよ。そんななんか不正とかやめてください。私捜査課の写真班に彼がいますのも彼多いの。確かにこれは被告人に間違いないようです。これは間違いないな。一ノ谷京香が目撃した事件の瞬間、これは言い逃れできませんけど。まずいな、これは確かに智恵さんに間違いないぞ。それでこの時被告人は一体。ね、戻ったね、急に戻ったか分かんなかったわ。首席検事殿は右手にナイフを構えております。ちょっと待ってくれちょっと待って、いやその話もあれなんだけどさ、いやそうだよな、ちょっと僕の予想と違ったわ。全然見えた、全然。あ、でもなんか、え、車が3台あるけど、これはどうなんだ。
これ別に関係ないのかな、わかんないや。ただ一つ言えたこととしては、全然 B ブロック側からも見えたという事実。右手にナイフを構えておりました。待った、犯人が手にしていたナイフについて聞かせてください。そう、刃渡り10センチほどでしたかしら。いかがかしら、ミツルギ検事様、あなたのナイフでしょ。まあそんなところだろう。検事様たちは人体の急所にはお詳しいはず。ゆで卵を作るより優しい仕事だったでしょうね。それはあなたに証言できることではありません。あらあら、そちら生卵派でしたかしら。それは関係ないです。でもゆで卵を作る方が多分楽だと思います。それでナイフを構えた被告人はどうしたか。そして正しき捜査官の胸にズブリと突き刺しましたと。でもあの写真がある限りどうしようもないな。あなたはなぜ犯行を止めようとはしなかったんですか。ナイフを振り上げたところを見ていたんですよね。確かにそうですな。残念ながら気づいた時にはすでに遅すぎましたの。遅すぎた。次の瞬間、首席検事殿は凶器を振り下ろしていましたわ。そうですか。傷は浅いです。なるほどさん。さっきも聞いたよそれ。他に何かないのかな。お経さんの証言、科学的に全く隙がありません。致命傷じゃないか。のっけから全然浅くね。どうしましょう。もう有罪なんですかお姉ちゃん。とりあえず焦らずじっくり揺さぶっていこうよ。隣であたふたされるとかえって落ち着いちゃうな。まあ、いつも迷いちゃんもそんな感じだもんな。ニコニコしないでください。そうなってくるとどうしましょうね。どうしよう。でも、まあ、写真はあれだけどやっぱり鏡っこ、あでも鏡越しにか、鏡、あんちょっと待って、むずいぞこれ。指紋はないのか。じゃあ関係ないか。前回のね、右手と左手みたいな感じで、そういえばこれ調べてなかったな。被害者の人の血ですよね。リンゴを剥いて指を切ったわけじゃなさそうだね。それにしても三つ抜きのやつ、物騒なナイフ持って、そうだよな。週末は山にこもってサバイバルしてるのかも。キャンプでもしてんのかな。焚き火のそばに座ってリンゴを剥いたりしてね。まあ三つ抜健二さんといえばもっとワイルドなイメージ。そうかな、ワイルドかな、クールなイメージだけど、そうかな、そうだよな、そうかな、だよな。でも関係なさそうだよな。あ、これも調べられんじゃん。あ、来た。これ、まあでも多分関係ないと思うけど、一応全部調べよっか。これはなんだ？こんなところに金属のプレートが余ってますよ。どうやら、歴代の受賞者の名前が刻まれてるみたいだ。なんか、やたら同じ人の名前が並んでますね。なんて読むんでしょうね、これ。カルマじゃねえか、やっぱり。カリマかな。まあ、そんなところじゃないか。わあ、すごいんですね。カリマさん、カルマね。一度会ってみたいです。カリマケンチさんに。もう逮捕されちゃってるね。連呼されると、ちょっと、面白いな。カリマケンチ。カリマケンチ。いやー、やっぱそうなんだな。結局やっぱりだから、繰り上げ1位であるんだろうな。多分カルマが逮捕されたことによって、まあ結果的にミツルギが受賞されることになったみたいな感じで、本来だったら多分カルマ、わかんないな、どうなんだろう、カルマとどっちの方が偉いのかわかんないけど、まあおそらくカルマが本来だったら受賞するはずだったんかな。これも一応調べよっか。あんま関係あるかわかんないけど、17時12分、日付は事件当日、入庫してから3分後に事件。そう、早いよなこれ。どこかで 2,3 回信号に引っかかっていたら事件に巻き込まれなくて済んだかもしれないのに。そういう考え方もあるね。なるほどさんも信号はきちんと守りましょうね。別に分かってるけど、急な守りましょうねって教育的なゲームだ。なんて教育的なゲームなんだこれは。信号を守ることの大切さを教えてくれるゲーム。でも特になんもないんだよな。これとかもある。いやこれは関係ないよな。あれれ？おかしいぞ。ちょっと待って、全然見てなかったこれ。刃渡り12センチ。さっき刃渡り10センチって言ってなかった？まあ、2センチって誤差かもしんないけどさ、これじゃないか。刃渡り12センチ。そして、さっき10センチって確か言っていたはず。違うか？違いそう。まあ、そうね。歩道だもんね。
約ですもんね。約10人を死者誤入したら10ですもんね。あ、すいません、なんか、はい、すいません。あ、わかった。これじゃないか。これ突きつけるで、あえてこの現場写真。これさ、トランクの中身が見えないんだよね。だから、胸を刺したかどうかはわからない。これじゃないか。正しき捜査官の胸にズブリと突き刺しましたと言っているが、本当に突き刺したかどうか、この画角だったら絶対にわからないはず。これだ。よし、やっとわかった。10分くらい悩んだ。あなたはそれを目撃したわけですか？ともえさんがナイフで被害者を刺すその瞬間を、すでに申し上げた通り、このソース弁当にかけて、大した賭けじゃない。ふむー、食欲をそそる匂いですな。しかし、それはおかしいんです。この写真を見てください。あなたの撮影したこの写真、ともえさんは、ナイフ、あ、そっち？